トラに上陸して、スマトラ、ニューギアに行って、それから日本に帰ってきて、いや、いい話っ子だから戦争の話を今経験者に聞いてるんですよ私。ああ、そうですか。あの戦争を経験してね、大変だったじゃないですか。ああ、向こうはもう自動小銃で、ここは5発しか撃てるんですよ、弾、でまた弾を入れ替えて、全くね、向こうもまた分かるね、弾込める間、5発しか撃てないってこと ね1回でね、で出たらまた弾を入れ替えて、入れ替えるにはどれぐらいかかるんですか、時間。やっぱり1、2分、2分ぐらいかかるんですね。2分かかってる間にもうバンバン撃たれますね。自動小銃で。じゃあもうあれが武器が違うんですね。はい、武器が違う。あっち機関銃だからね。ほんで突撃をこうやるんですよ。え、突撃をやる。突撃をね、負けるから。ここは次銃で突き殺すもんだから、怖がるんですよ向こうは。向こうの日本魂ね、向こうは、日本は弾がなくなっても銃剣、銃剣って言うんですかね。銃剣ですよね。鉄砲の先にこれぐらいの剣があるので、それを刺す、あれはでも理にかなってますよね。やっぱこう、資金戦になると銃はあんまりね。そうですね、もう白衛戦になったわけ、もうそれで突っついた方が確実ですからね。たまに当たるも発見ですからね。当たるのも確実ですからね。最近また憲法改正とか言って、防衛するために何とかつってるじゃないですか。はい、そうですね。どう思います？戦争はない方がいいんですけどね。戦争はない方がいい。中国と。例えばでも戦争は誰もでもない方がいいと思うんだけど、攻めてきた場合ね、それが一番難しいじゃないですか。でもまたあんな戦国戦争ってか、ああいうもん嫌になるけどね。なんでか一番なんか資源が眠ってるのかいとか、それがあるんじゃないですか。資源があるんですよ。資源があるとか、まあいろんな裏では我々のわからないことがね、利権、権力、しがらみとか、あとは戦争をさせたがってる人とかね、いろんな人がいると思うんですよ。バカな戦争ですよ、大統領戦争はね、アメリカ、イギリスか、オランダ、それから中国もやってたし、中国もあれでしょ、ソ連でしょ、大体5つの国を相手にしてやってるから、負けるのは当然ですよね。もう当然、アメリカ一国でだって歯が立たないわけでね。昔みたいに日露戦争とか一国同士やったらいいんだけど、今度は5つの国を相手にしてたから、あの時の、大本営発表っていうのがあったじゃないですか。はい、あれはどんな感じだったんですか。あんまり焦りならんけど、信用しなくて、やっぱり悪いことは言わんですからね。こう自国に悪い結果とかね、そういうことはほとんど言わなくて、逆に嘘言ってたんですよね。向こうの艦隊を倒したとか言ってね。朝鮮として戦争をやる気がなくなってしまうから、そうですよね。桜島の運航はそれは大正3年か。